この一頂点の折り目パターンでは、山折りの数と谷折りの数は異なる。前川定理は折り紙の定理の一つであり、平坦折りの折り目はすべての頂点において、山折りと谷折りの数の差がプラスマイナス2であるという定理である。折り紙の数学研究者である前川厚氏にちなんで名付けられた。同様の定理がジャック・ジャスティンや前川以前にも、 村田三郎によっても発見されていた。前川定理は山折と谷折の数の差がにであることを述べているが、この条件は、拡張点の折り線の数が偶数でなければならない、ことも示している。また、拡張点の折り線の数が偶数である性質は、隣り合う小表同士が異なる色になるように小表を2色で塗り分けられることも意味している。 またその二色は折りたたまれた状態において角、小表がどちらの色を上にしているかを示していることからも定性的に確認できる。前川定理は平坦折りが可能な折り目パターンを完全に特徴づけるものではなく平坦折りの必要条件である。また角頂点の近傍についてさえ十分条件ではなく必要条件でしかない。これは角度を無視し、 各タイプの折りたたみの数のみを考慮するためである。この角度について考えたものが川崎定理である。ありがとうございます。